こんにちは、株式会社ライアート代表塚本です。今回は秋田花巻のお宿を後にですね、山形県鶴岡そして仙台空港の方へと向けて進めていきました。東北旅行、10月中旬ということで、すごく気候がいい時にですね、旅行に行かせていただきました。 GoTo トラベルですね、クーポンも使ってすごくお得に行かせていただいてます。お天気が良くてですね、セナタンのいい笑顔、1日目もまた動画撮ってますので、まだ見られてない方はぜひご覧ください。ではですね、結びの宿愛林館っていう岩手県は花巻を後に、秋田県のふるさと村、そしてお昼ご飯場所がね、食い道楽っていうすごく大阪っぽい名前なんですけど、山形の酒田のところの三居倉庫っていう米蔵があって、そこに行きました。湯田温泉というお宿へと入っています。横手ですよ、セナタンがすごく元気な顔でですね、ちょうど1歳1ヶ月で、コーディネートは白鳥スワンのワンピースにお帽子をついてですね、はい、可愛い感じなんで、また動画で見てください。で、秋田のふるさと村はですね、すごいね、めっちゃ楽しいところで、もうちっちゃい子供から大人までめっちゃ遊べます。お祭りなんでしょうね、これ関東祭りっていうみたいです。なまはげがいます。赤と青のなまはげ、ちょっと怖いね。甘えてました。で、入場券買ってからですね、小学生用のボールプールですね、はい、ポツンと私も座ってます。遊びたい放題で、もうコロナなんでね、ボールプールもないですし、ちっちゃい赤ちゃんからね、遊べるのがここです。帽子落としてしまってるんですよ。このまま私は帽子を普通に忘れ物で届けられました。これは赤ちゃん用のアスレチックみたいなもので、裸足なんで、すごい遊びやすいです。建物が4階建てかなんかなんですけど、確かもう2階と1階かな、なんかもう滑り台とかもその屋内で遊ぶって感じだったから、砂場とかじゃないので綺麗です。大人まで遊べるということで、トリックアートがあるんですよ。めっちゃこういうの私大好きで、はい、お皿の上から逃げられたって感じやったんですが、ちゃんと指さしていいショットを撮ってくれました。大きい猫がいてたりですね、そして5000円の GoTo チケットもあったので、まあ、ここ秋田ふるさと村すごいいっぱいお土産も置いてたんで、この横手の焼きそばとか、いぶりがっこ、秋田の名物ですね、大根の中にチーズが入ってます。そして馬だれの飯泥棒っていうのも、これも実家に全部あげたんですけど、これは秋田県のアキちゃんっていう名前になってまして、セナタンのお土産になりました。お評価高かったんで、焼きそばの上に目玉焼きが乗ってて、なんと普通は紅生姜なのに、これ福神漬けなんですよ。はい、横手の焼きそばは福神漬けがつきます。もみちすぎてすごいね、途中スマホの電波が入らなくなるんですよ、眠たいしね。はい、ということで主人から私に運転交代とかしながらですね、庄内っていうのはお米がすごい有名、米蔵なんですよね、これね。で、ここに35本の欅並木が立ってるんですけど、ここがインスタ映えするっていうことで、ぜひ写真を撮りたくってここに行ってきたんですよ。で、この米蔵が、あの夏になったら高温になってしまうので、欅がちゃんと植えられて、今樹齢150年以上のものとかあるんですけど、これで暑くならないようにっていうことで欅並木が植えられてます。お土産にはラ・フランスっていうことで、私はもう絶対にね、 100% のジュースを買って帰らないと気が済まないんですよね。で、重たいのに主人が持って帰ってくれるっていう、ありがたいです、本当に。そして湯田温泉九平旅館玉屋というところに入りました。で、こちらは8室しかないんですよ。お風呂が3つあるんですけど、貸し切り風呂全部で、空いてたら入れるって感じなんですね。九平旅館自体は本館と別館があって、ここ別館なんですが、本館の方は子供がダメなんですよ、入れなくって。お風呂とかも行ってもいいよって言われたけど、子供が入れないからね、残念ながら行けなかったです。風呂が
すごい気になったのは金魚の水槽があるお風呂なんですよ。ここはね、もう食事が最高に美味しいところで、じゃらんとか楽天とかでもそうなんですけど、もう星の評価が 4.8、4.9 とかで、はい、魚も野菜ももう全部、肉もめちゃくちゃ美味しかったです。あの、子供向けの旅館ではなかったのでね、離乳食とかも持って行ってっていう感じだったんですけども、温泉はね結構厚めでもすごく気持ちよくって、セナタンはあんまり入ってくれなかったですね。そして夜はね、大雨が降ってしまったんですけど、朝になったら晴れてたっていうことで、晴れ女、晴れの奈良と書いてセナタンです。で、またもや宿帳を忘れてしまったんですが、この三谷茂松さんっていう方が山形県出身の方なんですけども、最後の国学者って言われる方で、我が思う田川乙女にかざさせて、見ましくぞ思う片栗の花って書いてます。で、3日目に入りました。3日目はですね、お宿を後にして仙台空港の近くなんですけど、はい、10月15日になってます。見てください、日本海から太平洋ですよ。2時間半走ったんですけど、はい、休憩です。セナタンはずっと寝てたんでいいんですが、ソフトクリームのお兄さんとお姉さんに囲まれての写真です。このスカートが上に上がりすぎてるのがすごい気になるんですけど、主人がいつも抱っこしたら、もう太ももからお腹まで見えるぐらいガッて上に上げられちゃいます。まあ、飛行機のね、時間が2時半やったから、ちょっと怖いしね、早めに出ようっていうことで、お昼には着いておきたかったんですよね。で、まあ、空港近くの赤ちゃんでも遊べる公園に到着しました。ここはもう初日に行った時からチェックしてました。はい、そんな感じでですね、すごく天気も良かったです。楽しそう、せなスカート、滑り台です。スカート上に上がりすぎ。こっちはちょっと遊園地みたいな感じでした。で、一緒に滑ってました、主人と。はい、で、まあ、ここはね、本当にね、かなり東日本大震災でも被害を受けたところなんですけど、もともと仙台空港に珍しく飛行機が1機もなかったんですよね。で、そこで地震が起こって津波が起こっちゃったんですけど、もともとは伊丹空港から大阪からですね、飛行機が本来であれば1分前に到着予定だったんですよね。けどそれがちょうど遅れてしまってて、地震があったので着陸ができなかったみたいなんです。でも、まあ、それが不幸中の幸いというのかね、津波がそのままあったので、本当に着陸、まあ、しなくてよかったっていう形になってしまったみたいです。でも高台がね、こう設けられてます。ここも高台ですね。はい、まあ、こうやって公園ができてるってことは、少しでも復興してきてるのが、もう嬉しい気持ちにもなるなって感じなんですけど、スリート一軒だけ家が残ってて、鈴木さんっていう方の家だったんですが、震災の遺構をっていうことで鈴木さんがもう置いてくれてるんですね。空港側から見たら普通に建ってる家なんですけど、海側から見ると津波で悲惨な状況になってました。ということで、私はちょっと遠目からしか見てないんですけども、そういったところも残されてます。寒かったんでね、ちょっとセナタンも主人も最後は風邪をひいてしまって、私だけ元気に帰ってきました。もうセナタンの太もも丸見えです。もう GoTo トラベルを使って、まあ、計画させてもらったことと、まあ、全部ね、こう主人がいつもお仕事を頑張ってくれてるおかげで尊敬してます。ありがとうございます。また旅行動画上げていきます。インスタグラムもやってますので、インスタグラムは毎日ですね、ストーリーズ上げたりとか、フォロワーも増やしていってますので、ぜひぜひご登録いただけたら嬉しいです。で、オープンチャット、検証のオープンチャットもやってますので、ぜひこちらも登録してみてください。お待ちしてます。ありがとうございます。